マルチ商法をかじっている男性を好きになりました。お付き合いをする上で、何かデメリットはありますか友達にはことごとく止められます。<laughs> 友達にはことごとく止められますというからには、友達が反対する理由もわかっているんですね、えー。マルチ商法だけが悪いわけじゃないんですよ。マルチ商法というふうに認定されてないだけで、ですね。事実上マルチ商法には、ですね、例えば株式取引というのがあります。 株式取引というのはです、ね、誰かが損すする仕組みですよね。だって誰かが損しなきゃ誰かが得しないんですからでもそれに対してですねあの今だったら参加するチャンスですよとか今だったら景気が上がり上ですよと言って参加を進めるのは俺あれマルチ商法だと思ってるので <laughs> これ個人的な偏見です <laughs> あの科学的な事実も何でもないんですけども <laughs> なのでですねマルチ商法をや,やってるとか、ね、マルチ商法自体が悪いとは思わないんですよ。なので えー、そういうのをかじってダンスを好きになりましたとお,お付き合いする上で何かデメリットありますかというのは友達にことごとく止められるとこれしかないんですよね。あの友達が反対する以外はですね全てんだろうな例えば自分の親戚に勧めてくるとかですねあと、えー、自分の友達を紹介しろと言って売り込むというのでなければです、ね、問題はないです正直問題はないです。 えー、自分がその彼に好きになってその彼に何かご飯をおごってもらう時にああこの金もマルチで得た金なんだなというふうに思って、まあ、平気であればということですねこれはあのヤクザの女になったんだけどどうでしょうという質問と僕と似たようなもんであってこれもあの僕ヤクザと他の職業はあまり差別してないから言うんですけども社会的にですね人に言いにくいこと以外に大したデメリットは僕はないと思います。 これでいいのかな止めてくれる友達とかまましい、まあそうですねあの。止めてくれる友達がいるのはいいことですけどのでその彼氏と付き合うと止めてくれた友達との縁が切れるということは覚悟した方がいいいと思いますよ。それぐらいマルチっていうのは社会的に偏見があるさっき言ったヤクザもそうですけどもそういうようなもんですからそういう人を好きになっちゃったということはそれだけのリスクとかダメージっていうのを覚悟できるかどうかだと思うんですね。 なので、で、えー、そこら辺確保詐欺師だから詐欺師だからねとか言い出したらキャバ嬢と付き合うのも詐欺師と付き合うことだしホストと付き合うのも詐欺師と付き合うことだしなんか、えー、ラジオで声優さんがお前のこと好きだよと言ってるのを本気にして <laughs>、えー、声優さんのアルバム買うのも詐欺師に金をつぎ込むんだとほぼ同然なんだから <laughs> そういうですねん <laughs> だろう人を貶める言い方はやめようよ。<laughs> 俺たちはみんな詐欺師に金をつぎ込むような言い方をしてんだから。 Ahem. <laughs>